ラピが勝って前進だ。チ、次は私が行こう。すげえ体。これを見ろ。やっ、半端な勝負は受けねえぜ。普通いいだろう。ほっ、本当はビビっているくせに。こいつバカか。言い忘れたことがある。あとは何かあるか。この野郎、それに頼ってる様子はないし、本当は逃げ出したいが。大丈夫かよクラピカ。どこがヤバそうなんだか。どうして。決まったぜ。ああ、知ってるぜ。旅団メンバーの証だ。ああ、間違いねえ。旅団の証。声も出ないか。負けを認めるんなら今だぜ。お前。わかか。二つ。すげえ。当然ちゃう当然だよ。私に怪我はない。あの入れ墨もというか、実は、しかしそれは旦那、分かってるんだろうな。私に考えがあるわ。最後はこの俺で決めるぜ。結末はいかに。兄貴ってキルアの兄さんだったの。いや、キルアの兄貴。まあね。母さん泣いてたよ。外に出すのは心配だからって。なりたかったわけじゃないよ。お前の天職は殺し屋なんだから。本当にそう言ったの。何も望まない。ハンターにはなりたいと思ってるわけじゃない。今望んでることだってある。何が望みか。友達になりたい。そう教え込まれたからね。彼のそばにいればお前は根っからの人殺しだ。なんだか知らねえが言わせてもらうぜ。君いもつだ。あったりめだバカ。ゴンを殺そう。殺し屋に友達なんていらない。邪魔なだけだから。彼はどこにいるの。交換室に。どうも。まず合格してからゴンを殺そう。ルール上は問題ない。聞いたかい。キルできないね。今は必要な。動くな。わかるな。大事なゴンが死ぬことになる。一瞬のことでした。みんなどこにいるの。ゴンは怒っていた。自分と友達になりたいというキルアの兄イルミに怒っていた。ククルマウンテン。ククルマウンテン。いいのかい。別に隠してないし。地元折れてるよ。面白い素材だ。できれば今のうちに。君はこれからどうするんだ。じっと待つよ。場所に心当たりはないか。あ、半蔵さん。俺は国に戻る。超穴場の観光スポットに案内するぜ。感情的になってすまなかった。私の方こそ。こそ俺もムキになったんだ。これから何をするかだからな。幻獣ハンターか。何か知りたい情報があるか。よし、ちょっと待ってるよ。サトツ、厳重なセキュリティシステムと。とんでもねえ人物みたいだ。また何かあったら連絡してくれ。お忘れですよ。先にロビーに行ってるぞ。うん。そんな自分が恥ずかしくなりましてね。そのハンターは発掘しただけでなく、そのハンターが行った仕事が、先ほどあなたが尋ねていた、いろいろ調べてみました。一言で言えば謎です。礼を言うのが私の夢です。うん、いろいろありがとう、サトツさん。いや、サトツさんも。ククルーマウンテン。今は地図に切り替える。ここがパドキア共和国。一般観光客でも行ける国だ。そこにキルアが。ちっとも進まねえじゃねえか。って言っても渋滞ですからね。やっほー。おいゴン。ハンター試験を思い出すな。食べたら手でもないよ。違いねえ。空港まで競争だ。だー。メンチ、ブハラ。不思議な子ですね。彼喋るところでした。まだ終わってないこと。ま、ゆっくりしていきな。キルア坊ちゃんに会いに行く。忠告しといてやるよ。なんだと。簡単にたどり着けないことは分かったよ。俺は帰らない。俺がそばにいたら絶対にキルアを止めたのに。
俺の大切な友達なんだ。わかりました。いいですかゴン君。でも訓練次第では不可能ではない。試されるのは不本意だけど、他に方法がないのならやるしかねえな。来てもらうものがあります。なんだよこの重さ。慣れたら徐々に重くします。はっ、お茶をどうぞ。その湯飲みは20キロ。これが特訓ということか。3日で値を上げるのがオチだ。もちろん500キロあります。 500? カルトちゃん、かけ。ダメだよママ。もっと気を据えなくちゃ。ゴンとかいうやつ来て。また余計なことを。お前はお黙りというのに。開くぞゴンなら。開く。それは素晴らしいわ。ここまでたどり着く。待てゴン。まずは腕を直すことが先決だろう。行くぜクラピカ。ああ今始まったばかりだ。そりゃすごいよ。俺もそう思う。精神的にさ超小型でさ。お前は頭はいいな。全くお父様ったら。待ってください。まだしばらくこの町にいます。あなたたちキルアの友達だよ。あ、そっか。執事室まで案内するわ。キルア様のおじい様です。キル、友達ができたって。どんな連中だ。一緒にいると楽しいよ。試験はどうだった。こっちに来い。お前の話を聞きたい。私に何の断りもなく。足は切られたくないし。友達に会いたいか。そんな簡単なことに気づかなかった。お前は俺の子だ。絶対に仲間を裏切るな。絶対に。キル、独房に戻りなさい。なんて冷たい。しばらく好きにさせとけよ。つべこべ言わずに黙ってろ。あいつは俺の子だから。キルアと再会できるのか。もうしばらく。せっかくキルが戻ったというのに。今が一番大事な時なのよ。あの屋敷か。俺たちを勝手に連れてきたから。ゴンは今どこにいる。こちらへ向かっておられます。申し訳ありませんキルア様。いらっしゃいませ。迎えるように申し付けられました。ごゆっくりとおくつろぎください。心遣いは嬉しいが、でも本当に案内してもらいたいんだ。こちらへ向かっておいでですから。よかったなゴン。ただ待つのは退屈で長く感じるもの。ゲーム左手。また左手。素晴らしい。さあどっちだ。自信薄だが。キルア様を生まれた時から知っている。正直なところ。さあどっちだ。左手だ。許せねえ。俺のやり方でお前らを判断せる。3人とも間違えたら二度と会えないところに。どっち。ここに来る。だけど次の回からは5万か。6万ぐらいだった。1000万落としちゃったから分かんないけど、そのお金早く返していこう。気楽に行こうぜ。では最上階を目指す。よし、隣の会場では帝王勝ち。死闘のキルアと。さあ個室だ。そいつはどうかな。100階の壁があるんだ。そうするとみんなくすぶった連中が出てくるんだ。気をつけろよゴン。前まで無一文だったのに。俺が初めて来た時
なのにお前は、まあ、そうだけどさ。主人に直接聞けば早いんじゃない？四大行の一つっす。これすべて、念の修行っす。ズシ、ゴン君、キルア君。今知りたいんだよね。わかりました。